皆さんこんにちは。なるほど店です。今日も間違い探し遊んでいきます。さあ、レベル476ですね。行ってみましょう。さあ、色が違いましたね。結構こういう本棚多いですね。間違い探しさんの問題で。すごい、なんかあれですかね。教授教授か分かんない。大体なんか教授の方のお部屋、こんなに本、あれですよね。テレビのニュースとかの映ってる時なんか後ろにすごい本が並んでるなってよく思ったりしますけど。なるくんも一応本だけは一応並べておくことは可能ですけどね。読んでないですけど。もう本がない。ああ、本屋さん行きたいですね。どこがいいですかね。まあ普通にブックオフさんとかですかね。さあ、あとは2つです。まあ多分本でしょ。本。本の色、形。前の問題で本の、なんかあれですよね。種類が違うときありましたからね。まあこの辺も怪しいけど、合ってますか。さあ、こちらの方は微妙に髪がですね、右側だけほんの少し茶色い気がしますけど、気のせいでしょうか。あ、わかんない。あと2つ、案外スタンドが違うとか。この辺は同じでしょ、多分。シワの形。大丈夫。奥は？合ってる。ちゃんと見ておかないとですね。見てない時に限ってですよね。そこが違ったみたいな。あと2つもあるんですか？どこですか、一体。合ってると思うんですけど。あ、ここが。こういう見落としちゃうから嫌ですよね。もうこういう見落とし嫌、もう。皆さん気づいてて、もうなるほどに教えてくださらないパターンでしょ。あー、なるほどさん、さっきほら映ってなかったのにみたいなですよね。よくあるパターンですよ。わー、この棚怪しい。何かありそう。あー、3分で答え見ないといけない。嬉しいシステム。あと1個何一体。こんなにちゃんと見てるのに。わかんない。さあ、答え見ますよ。自分にプレッシャーをかけて。嫌ですね。洋服違うとか嫌ですよね。さあ、では見ましょう、答えを。オープン。わあ、そんな。確かに言われてみれば、ここの厚みが違う。全然違う。かなり違いますね。ほんのちょっとならまだ、あーってなりますけど。わあでしたね。ということで、今回の動画以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。